いたします。 SL 人吉鳥栖行きです。なおこの列車は全席指定席です。必ずご乗車の前に駅で切符をお買い求めの上ご乗車ください。なお本日は満席のご予約をいただいております。必ず切符と座席番号をよくお確かめの上ご乗車ください。なお中ほど2号車はビュッフェがございます。ビュッフェの営業開始は11時20分頃でございます。営業開始11時20分までお弁当をご予約のお客様も今しばらくお席にてお待ちください。発車は10時58分です。発車まで5分ほどお待ちください。鳥栖行きの SL 人吉です。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。SL 人吉出発です。本日もホームには多くの方がお見送りに来てくださっています。出発の際はぜひ手を振ってお別れしましょう。行ってまいります。皆様、今日は SL 人吉にご乗車くださいましてありがとうございます。この列車はたくさんの歴史を受け継ぎ、新たな思いを乗せてこれから約2時間40分の旅がスタートします。大正11年に誕生した100歳の機関車は8620型式で、通称86というニックネームがついています。本日は機関士佐藤、機関女子辻間、車掌井本、客室乗務員佐伯、石本が皆様の旅のお手伝いをさせていただきます。皆様の心に永遠に残る SL となりますよう乗務員一同務めてまいります。停車駅と到着時刻のご案内です。次の浜名には11時39分、大牟田12時22分、久留米13時17分、終点鳥栖には13時37分の到着です。それでは皆様、懐かしさ漂う SL 人吉での列車の旅をお楽しみください。Good morning, everyone. Thank you for riding JR 九州 Steamer Company to Hidayoshi and for Tosu. Estimated arrival time Tosu is 1:37. Restrooms in car number 1 and 3. That point is in car number 2. Please return with conductor and cabin crew.
Jerbury Journey and thank you for riding JR train. 合わせまして、車内設備のご案内です。列車は3両編成で、中ほど2号車のビュッフェはただいま営業準備中です。営業開始は11時20分頃を予定しております。営業開始は11時20分頃です。また本日お弁当をご予約されたお客様も11時20分以降にお越しください。
Thank you.
あ、向こうにあるならいいです。後からでも大丈夫です。あ、もう終わっちゃいます。あ、終わりました。なるほど。先ほどのお時間よりビュッフェの営業
営業を開始しております。車内では熊本県人吉球磨地方ならではのオリジナル商品を取り揃えています。お食事に数量限定の食べ弁当はいかがでしょうか。ありがとうございます。オムライスやハンバーグ、ナポリタンなどボリューム満点のお弁当です。本日も残りわずかで販売しております。ぜひご利用ください。また軽食やお子様のお弁当にはヒレ麺サンドをご用意しております。ヒレカツサンドとメンチカツサンドが1切れずつ入っている八六弁当を監修しているお茶道オリジナルのサンドです。ぜひこの機会にご賞味ください。またお土産品には SL 人吉焼酎ボトルもご用意しております。熊本県の老舗酒造の代表作先月が入っており、お召し上がりの後もインテリアとしてお楽しみいただけます。またオリジナルグッズには客室乗務員がデザインを手掛けた車内限定のタオルや車両を細かいところまで再現した立体キーホルダー、寝ている人よし、こちらの100周年を記念して作られた記念のコインやラゲッジバッグ、ラストランのロゴキーホルダーなどをご用意しております。ぜひご乗車の記念やご自宅へのお土産にご利用ください。またおよそ5分で列車が玉名駅に到着いたします。1300年以上もの間湧き出る玉名温泉はかつて龍岩寺温泉と呼ばれ、白鷺が傷を癒したという伝説が残っています。また温泉街の中心にある龍岩寺公園内の白鷺の足湯では無料で足湯を楽しみます。ぜひ皆様も足を運ばれてみてはいかがでしょうか。次の玉名駅には列車は10分間停車します。発車は11時49分です。発車は11時49分でございます。発車2分前のベルで車内へお戻りください。
まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。
行くときはタンキーで欲しい。ああ。私も一回だけ秩父でSLのところがあるんだけど、それも本当
悪いんですよ。ピストンの押すときは速くて、打つときは遅いから、いろんな特別列車に形をして。
Thank you.
触ったらダメだよ、それ触ったらダメだよ、いかん、触ったらあかん、それ怒られるよ、触ったら、触ったら怒られるよ、どこ
車はおよそ5分で大牟田駅に到着いたします。毎年夏に開催されている大牟田大社山祭りは大牟田市最大のイベントです。大きな蛇の口に子供をかませると、その子供の1年間の無病息災が約束され、先ほどに盛り上げてあると伝えられています。大牟田大社山祭りのご案内でした。次の大牟田駅には4分間停車します。発車時刻は12時26分です。発車は12時26分でございます。発車2分前のベルで車内へお戻りください。
まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。ここで皆様に本日ご乗車の SL 人吉についてご紹介します。牽引している蒸気機関車のブレンドには58654と刻まれています。この機関車は8620型式で86と呼ばれております。現在本線上を営業運転する蒸気機関車の中では大変古く1922年に製造されたものです。その後53年にわたり地球84周分にあたる334万キロを走行し、1988年からは SL 遊ぼーいとしてさらに31万キロを走り抜きました。2009年4月からは SL 人吉として活躍し、2020年11月18日に100歳を迎えました。2024年3月でこの58654号機は引退することが決まり、本日もラストイヤーとして力強く走り抜けます。2号車のビュッフェ前には従来の記念乗車証のほか新デザインの記念乗車証をご用意しています。ぜひお立ち寄りください。またこれより日付の入ったフォトパネルを持ちまして、お客様の記念撮影のお手伝いに参ります。写真撮影をご希望のお客様はこれよりお近くを通ります客室乗務員までお知らせください。なお本日は満席のご予約のため、1グループ1枚の写真、1枚のカメラや携帯電話でお乗りいたします。ご協力をお願いいたします。どうぞ。
とかここで学んでみせる。あ、わかりました。乗り出した頃から、2回行きましたけど。
Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
ご案内申し上げます。これより
後方1号車展望スペースにてキッズサービスを行います。お子様用の制服を用いて記念撮影はいかがでしょうか。撮影をご希望のお客様は後方の1号車展望ラウンジまでお越しください。じゃあ。
兄ちゃんかっこいい。なんか違うかな。歯抜けてました。下も抜けて、なんかかっこいい。あ、それ持ってた方がやっぱしっくりくる。
ご乗車ありがとうございます。まもなく久留米に着きます。乗り換えのご案内をいたします。九大本線普通列車の浮羽行きは13時46分、2番乗り場からの発車です。降り口は右側で、この乗り場に着きます。開くのと足元にご注意ください。次の久留米では約9分止まります。13時26分の発車です。乗り遅れのございませんようご注意ください。すいません。148cmの私に合うやつがありますか。ああ、お様用センサーそうですね。ありがとうございます。ママでもよろしいですか。はい。進行方向を右でホームの方に手振ってお連れしましょう。ご覧ください。
マジで仕方ないです。皆様、SL 人吉は間もなく終点のボスに到着いたします。ボスはかつて鉄道の町として栄え、そのおかげが今でも残されています。鳥栖駅の駅舎の瓦屋根は駅舎本体当時のまま残されており、130年もの歴史があります。また鳥栖駅線路横には当時の蒸気機関車、地下通路には SL 全盛期の鳥栖駅構内の写真が数多く展示されています。ぜひこの機会にご覧ください。この86はご乗車くださる皆様のおかげで100年が経過しても元気に走行しています。今後もたくさんのお客様の夢や希望を運び、2024年3月の運行終了まで駆け抜けてまいります。また皆様とこの車内でお会いできることも乗務一同心よりお待ちしております。May have your attention please, we're arriving from a destination closely in a few minutes. Please make sure you have a baggage ready by the gate of the train. Thank you for riding JR Kyushu Steam Locomotive Hitoyoshi today. We look forward to seeing you. Thank you.
ます。まもなく終点の戸栖に着きます。乗り換えのご案内をいたします。特急リレーホーム28号博多行きは13時53分2番乗り場。特急ゆくいの森2号博多行きは13時55分1番乗り場。途中の二日市から快速となります。お時効行きは13時58分4番乗り場。長方面特急みどりハウステンボス31号、佐世保ハウステンボス行きは13時58分5番乗り場。普通列車の待機行きは13時42分3番乗り場から発車します。降り口は左側で2番乗り場に行きます。開く側と足元にご注意ください。降りなさいは車内にお忘れ物をなさいませんよう、荷物棚、座席の周りなどを今一度お確かめください。本日は SL 人押しをご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点の戸栖に着きます。